ったですか？実は、2008年ですね。2008年、2年前。2人とも新しい。そうですね。2人とも実はでも、小学校3年からの付き合いでして、小学校、中学校、高校とずっと同じ学校ね。偶然にも一緒で、でギター始めたのも中1ぐらいで、でバンド人前でやり始めたのも中3ぐらいから一緒で。で高1ぐらいの時に1年ちょっとだけ一緒にやりまして、あそれ以来ですね。待ってください、一緒にやってから何年の月日が経っているんですか？一緒にやって20何年ですか。高校1年2年の時以来ですから、その20年を経て、またそのね、きっかけ、結成するきっかけは何だったんですか？それはですね、高校の同窓会、20何年とか同窓会ありまして、はい、その時にちょっと高校時代の仲間とちょっとやろうかって言ってるところから、こう年1回遊ぼうかになって、そこからちょっと2人でやろうかと。そうすると面白いアイデアが次々に浮かんできて。そうですね、もうイベントなどでは引っ張りだこ。いやいやいや、そんなことそんなまだまだひよっこですので。いやいや、結成は2年だけれども、もういろんな経験を、年季は入っているでしょうか？どうでしょう？入ってる。そうですね、まあボンとこう弾けたのは、あのある曲がきっかけですね。それであの熱血親父バトル NHK さんのに応募したところ、ちょっとご賞をいただいたと。おお、はい、素晴らしい。それが何年前だったんですか？それはですね、去年の12月ですね。じゃあまだ新しいですね。そうですね、その前からまあやってるのは、これはおもろかろうということで、まあ、あの声をかけていただいてたんですが、須崎のお祭りとか、お祭りとかラララ音楽祭とか、そうです、ね、今年もラララには、ラララ応募しました。楽しみですね。あ、そうかそうか、まだわからないですね。まだわかっていないですね、はい、昨年は出られましたか？昨年ですね、出ました。あ、昨年どこのステージでした？昨年はですね、夏は、帯山ロードですね。帯山ですか？あー、見逃しちゃいました。夏は中央公園にいたんですけどね。あ、そうだ。その前は、春ララが、春ララらは播磨屋橋商店街ですよ。播磨屋橋商店街一緒にやらせてもらって、その前の、その春ララら、その前の春ララらが大橋通りですね。そうかそうか、じゃあララらもね、結構バカ積んでらっしゃるということ で、初デビューが、当時の初デビューがラララですから。あ、やっぱりそういった方多いですよね。そうですね、ラララに向けて頑張るっていうね、すごくいい動きですよね。いい動きですね。それもね、あの熟年さんといいますか、ベテランさんといいますか、ね、もうベテランさんがね、あの熟熟ですっちゃうかベテランさんがどんどん出てこれるんでね、あのそんなバンドがたくさん増えてるんで、すごくいいと思います。いいですよね、はい、いい流れになってきてますよね。いいすよ、そんなね、あの、はい、勢いついている総人のライブがあるということで、じいさんから詳しく教えていただきましょう。はい、実はあのそのさっき話に出ました親父バトル中四国ブロック大会で準優勝しまして、はい、一緒に出させていただいた、その時に、松山の、戸田道直と一文なしという、コミックバンドですかね。コミックバンド非常に楽しい、楽しいです ねの、をゲストにお迎えしまして、それからあと弓竹さんと、まずわざわざ松山から来ていただきまして、それと総人、それから、ブルースロックアコギデュオのクレイジードクター、それから、オリジナル&カバー弾き語りのカオリンさんというメンバーでいきたいと思います。ちょっとカムイさんチラシに書いてるんですが、ちょっと事情がありまして。そうですねちょっと諸事情、高知でアコースティックギターの飲み会ライブ、あのライブタイトルがビアライブ総人なので、みんなで飲んで楽しくワイワイと行くような、そういうイベントですね。いいですね、夏らしいイベントですよね。もうあまり難しいことを考えない、どんどん飲んでいただけるような。でね、これがその総人さんのライブなんですけども、はい、冠がついていて、アルペの音楽館ボリューム2って書かれてありますが。そうなんです、アルペジオ楽器ではですね、あのアルペの音楽館っていうそのイベントを立ち上げまして、今回で2回目です。総人さんと一緒にやらせてもらいます。ぜひぜひ足を運んでもらいたいと思います。
日程とか言っておきましょうか。はい、お願いします。8月14日明日じゃないですか。そうですね、はい、あ明日ですよ。ちょっと早めの土曜日、お盆でちょっと早めです。17時半オープンの18時スタート、チケットは2000円、ドリンク代500円がいりますが、はい、2000円以外に別途必要ですね。ドリンク代が、もう夏休み特別企画、アルペジョ楽器さんが1杯目はおごり